食欲ないの。私もね、たまには物思いにふけりたいこともあるのよ。特に落ち葉が目立つこの季節はね。もう、あんたってばやっぱり食欲の秋なのね。食べることしか脳がないのね。ダメね。情けないわね。あんたもこの秋を楽しんだら？刺繍をして芸術の秋を楽しんだり、野原を駆け回って運動の秋を楽しんだりね。そんなのがあんたにはお似合いよ。食べる。むっかー、私のような美少女はね、恋愛の秋が一番似合ってるの。バカにしないでよね。私が決めた。それにこの時期、糸カイナがあるじゃない。動物たちの魂を慰めるお祭りでしょ。その年に狩りの獲物が豊富に取れますようにってお願いすると同時に、昨年は獲物をいただいてありがとうございますって動物のカムイにお礼をする儀式。そんなの知ってて当然でしょ。私だって巫女の妹なんだから。だけどね、やっぱり糸カイナの最大の楽しみは告白合戦だよ。ただでさえ刺激の少ないカムイコタンじゃこんな楽しみめったにないもん。誰が誰のことを好きなのかよーく分かっちゃうんだもんね。カムイコタンにはいないよ。ま、男どもはみんな串を送ろうとしてくるだろうけど、私はそうした男どもの申し出をすべて断るんだ。ごめん遊ばせとか言って。うっさい。私は高嶺の花なの。悪いこと考えたでしょ。
でしょ？そう思うでしょ？じゃあ、あんた、私に串ちょうだいね。絶対に、必ずちょうだいね。もしくれなかったら、ひどい目に遭わす。割といいやつだけど、その恋愛感情とかそういうのとはまたちょっと違った なんていうか、誰からももらえなかったら寂しいから欲しいなって思っただけだから、欲しい起こせ。させるだけ期待させといてバカ。ふん、あんたみたいなヘナチョコ問題外だもん。あたしにふさわしい男が今年の糸カイナには現れるはずよ。超美形な好青年がさ。そうだったね。何しろ姉様の踊りって糸カイナでは歌い手の歌と並んで一番の盛り上がりどころだもん。ああ、それは無理無理。いくらなんでもあんなに歌が下手じゃね。去年も結局マナリのお母さんが歌ったんだよ。久しぶりだね。元気してた？今日は一体どうしたの？なんかうちで面白いことでもするの？マナリがね、これから少し大事な話があるんですって。だから二人ともちょっと遊びにでも行ってきてくれないかしら。私まだ何にも言ってないじゃない。人聞きの悪いこと言わないで。私みたいな雨に濡れた子犬を見ても涙するような純真無垢な女の子を捕まえてさ。盗み聞き。言われたらさ、なんか気になるでしょ。
私一人で聞くもん。真面目人間味方はあっち行ってろ。シッシッ。素直じゃないな。大丈夫、バレなきゃいいんだよ。どれどれ。
なりにしては思い切った告白だったろうね、今の言葉は。あの人すっごい恥ずかしがり屋さんだもんね。ちょっといいよね。好きな人がいるってことが。恋してる女の子ってさ、やっぱり可愛いよね。憧れちゃうな。それどういう意味よ。高嶺の花もね、運命の人に摘み取られるのを待ってるわけよ。やっぱり恋愛なきよね。それじゃあ、私、糸飼い菜で踊るでしょ？その時に告白したらどう？どうったって、恥ずかしいよ。みんなが見てるかもしれないじゃない。だから、踊りの最中に告白するの。私、今年はいつもの年よりも激しく踊るから。そうすることで、みんなの注目を私に向けておいて、マナリはその隙に、ヤンタムを呼び出せばいいじゃない。人目を気にしないで済むでしょ。できないよ。マナリ、勇気を持って。恥ずかしがっていたら何も始まらない。大丈夫、きっとうまくいくわ。私、応援してる。精一杯マナリのために踊るわ。だからね、頑張って。ナコルル、そうだよね。勇気を出さなきゃ。その調子よ。ナコルルに相談してよかった。ありがとう、ナコルル。マナリ、ほら泣かないで。
イカと。それじゃあね。